ビジネスのマインドがほとんどだって言われてるけれども、私はノウハウ自体も全く分かってなかったので、佐野さんのスクールで教えてもらった手順で、月55万円達成できた。お問い合わせに対して、クロージングが 100% みたいな。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はベビーマッサージ講師業をされているクワズルさんが90日で50万6000円ご契約をいただけたインスタ運用術というテーマでね、実績者対談としていろいろ聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。お名前はクワズルまさみさん。今のご活動内容を教えていただけますでしょうか。ベビーマッサージ講師として教室の運営と講師業をしてます。主に講師業されていらっしゃるということで、活動自体はオンラインでされていらっしゃるという感じですかね。オンラインと対面どちらもやってます。弊社がにご入学いただいたきっかけとかっていうのも教えていただけますでしょうか。独学で SNS の発信とかを今までしてて、協会に所属してるんですけど、そこでも教えてもらってはいたんですけど、受講中から SNS の発信をしていくといいよって言われてたんですけど、それがなかなかできなくって、開業した後必死に頑張ってやってたんですけど、ぼちぼちっていう感じで全然結果につながらなくて、やっぱり自分からの目線しかないから、うん、第三者に見てもらう必要があるかなと思って、はい、うちの学科だと VIP コースだと第三者添削とかも、ね、ついてたりするんですけど、うん、プロからの添削を受けられたりとか、もちろんねインスタグラムで活動されてる方でね、結構独学でバーっていく人も中にはいると思うんですけど、多くの場合は自分でインスタやってるけどなかなかフォロワーが伸びないとか、フォロワーが増えても集客できないけども、何がいけないのかが言語化できずに、結局第三者に添削してもらったことで気づけなかったことに気づけるっていう方もね、すごい多くいらっしゃいますが、そのあたり必要性を感じてっていうところですかね。更新もどのぐらいの頻度やったらいいのかとか、これが自分よがりな発信になってないかとか、うん、自己流は自己流だよみたいな、自己流ってやつですね。分かってはいたんですけど、うん、どうしようかなと思ってたところで、今妊娠中なんですけど、7月に生まれるんですけど、はい、タイミング的にもバイトだったりとかもできないし、これ一本でやっていかないと厳しいだろうっていうところで、覚悟が決まったようなところもあります。自宅にいながら仕事ができて集客ができてね、ご契約いただけるっていうところでオンライン集客を強化していきたい。ただ SNS 集客のスクールってうち以外にもいろいろあると思うんですけども、その数ある中でうちを選んでいただけた決め手とかっていうのもあったりされますか。日本一優しい SNS 集客っていうところで、ビジネスのマインドがほとんどだって言われてるけれども、私はノウハウ自体も全く分かってなかったので、ノウハウを学ぶ以前のマインドの土台もなければ、ノウハウ自体も分かったようで分かってなかったところがあったんで、感覚でやってたところがあったんで、そういうところを学べたらなっていうので。入学前の状況っていうところで、具体的な集客数というかフォロワー数とか、あと売上とかもね、教えていただいてもよろしいでしょうか。独学でやってた時はインスタのフォロワー数が1000人ぐらい。リスト数とかどんな感じでした。リスト数も90か80ぐらいはあったんじゃないかな。毎日結構安定して集客はできてた感じですか。毎日ではなかった。リストも1日1人2人入らない時もありました。そっか、問い合わせとか売り上げの状況っていうのは1ヶ月、まあ、10万いく時もあれば、口座が決まれば20万いったりとか、うん、10万から20万ぐらいをうろうろしてたような感じです。今回でいうと月10万の当時から考えると5倍以上のね、売り上げをアップされていらっしゃるということで、その秘訣っていうところで、入学後の変化ってとこでですね、まず今度が取ってるのがね、ちょうど入学祭3ヶ月目に当たる月なんですけども、今月の月商でいうとおいくらぐらいでしょうか。10万6000円プラスレッスンとか込みで55万ぐらいでした。そこに至るまでの LINE のリスト数の変化とか集客面とかどうですか。リストはすごく増えたっていうわけではないんですけど、141人、当時と比べるとね、5、60人ぐらい増えてるかなっていうところで、そこから実際僕もいつもお伝えしてるのが、だいたい1リストあたり1万円なので、だいたい50リストで50万円ぐらいっていうね、相場感としてありようっていうことで、だいたいプラス5、60リストぐらいリストが増えて、そこからだいたい50万ぐらい売上が上がってると考えるとね、順調なペースで来てるのかなっていうふうに思うんですが、今回こういった売上を達成できた、そして集客がねアップできた秘訣っていうところを、こちらですね、クワズルさんのインスタグラムをね、今お見せさせていただいてるんですけど、こちらを元にね、いろいろ見ていきたいと思います。現在がマーミン先生っていう形で、ママと子供が幸せになれる働き方っていうところをね、コンセプトに打ち出されていて、時間縛られず脱パートできた働き方っていうところで、プレゼントタイトルとしては、我が子のそばにいながら月25万以上達成できる在宅ワークおすすめトップ5の解説動画っていう形で LINE に誘導されていると。初回コンサートの時にもアイコンとか投稿のデザインっていうところはいろいろね、テコ入れさせていただいたと思うんですが、クワズルさんがインスタでうまくいくようになった原因というか、あと意識しているポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。インスタの飛んだ時の統一感は意識
してやってますね。もともとの投稿のデザインとかそんなに変えてないんですけど、ピンクとかクリーム色の基調に自分の写真の背景も変えてっていうのは最初に言ってもらったんで、そこをすぐ改善して、北野さんがプレゼントの内容とかもやってくれたので、そこを変えてから、動画見てくださって方もプレゼントのあれってなんだって思ってる方いると思うんですけどプチローンチ動画っていう15分ぐらいのね、 LINE 登録した後のプレゼント動画をこういう構成で作るとすごい見てもらって教育がかかりやすいですよっていう構成で動画を用意していただいてって感じですかね。プレゼントの最初3大特典みたいな感じで自分で考えてたやつをやってたんですけど、タイトルをプロフィールの中に入れたっていうのでリンクをタップしてくれる人も増えて、そこからリストが取れたっていうのもあるかもしれない。それは確実にタイトルを変えることでリストが増えたっていうところもあると思いますし、実際にフィード投稿とかも結構統一感を持ってねされてらっしゃると思うんですけども、あとリールとかもですね結構しっかりとね、うん、アップされていてっていうところで、インスタライブとかもたまにやられてらっしゃいますよね。そうですね、うんうん、やってますね。ライブやる前とはやった後でのなんか変化というか効果とか。これまでもライブはちょこちょこやってたんですけど、ライブの構成だったりとか喋り方の気をつけるところだったりとかをコンテンツサイトとかで見させてもらって、それを意識するようにしてから、自分が伝えたいことがちゃんと見てくれてる人に伝わって、そこからお問い合わせが来たりとかして、お問い合わせ来てる時には私のことをすごく知ってる状態、いつもライブで見ていた、はい、マーミン先生だみたいな。ライブの終わった後に人数がそんなに多くなくてもずっと見てくれてたなっていうのを覚えてる方とかには DM 送ったりとかしてくれて、ありがとうございましたって言ったら連絡しようと思ってましたみたいな感じで、そこから話が進んで、すごく嬉しかったですね。ライブを通じて自分のことを好きになってくださったりファンになってくださるっていうところで、それがない状態だと結構個別面談のハードルがものすごいね上がっちゃったりとかっていうのがあると思うんですが、しっかりとライブで信頼関係を構築できてるってところね。ストーリーズとかも日々こういうの意識的に上げてるっていうものとかってありますかね、うん、ストーリーズも今までは子育ての日常だったりとか自分が伝えたい思いだけを載せてたり、急にプレゼントはこちらからみたいな感じで置いてたんですけど、流れを知らずにやってたんで、はい、そこもストーリーズの活用方法を学べたので、そこからのお問い合わせとか教育が分散できてるっていうんですかね。ストーリーズでも教育できて、ライブでも教育できて、フィードでもっていうバランスがねすごい取れてるね。実際インスタグラムから LINE に登録された後に LINE の配信とかでも意識されてることとかもしあれば。以前は LINE に登録してくださってるのみで、今日はこのイベントをやりますっていうその前段階の配信ぐらいしかできてなくて、すごい登録はいただいてたのに教育はかかってない状態だったんですよね。なので LINE の配信回数を余らして次の月に行くぐらいだったんですけどそこでちゃんと配信をすることで、自分のベビーマッサージ講師になろうと思った思いだったりとか、自分のスクールへの思いとか、こういう効果がありますよとか、ママの共感するような内容だったりとかをバランスよく週に何回か配信して。大体週何ぐらいで配信されてますか？週2か3でやってます。大体コーチコンサル系だと週に3回ぐらいはね配信していった方が、3日に1回クワズルさんから LINE が来ると覚えてもらえるんですよね。月1回とかだと忘れられちゃったりしますけど、その接触回数を高めるという意味でも LINE の配信はしっかりやっていくというところも重要かなと思いますね。クワズルさんの場合は Zoom の勉強会で販売されているか、個別相談で販売されているかっていうと、動線としてはどちらが多いですか？個別相談。 Zoom の1対1の、ね、あ、そうです。それか来てもらって教室を見てもらって、そこで一緒にお話ししてっていう感じです。セールスとかに関してクワズルさんが何か意識されている施策とかがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか？個別面談に来てくれた方に、今までは Zoom でつないでも口頭のみで自分のスクールの思いだったりとか、受講料はこれだけかかりますよっていうのを言ってたんですけど、ちゃんとスライドを準備して北野さんのスクールで教えてもらった手順でプレゼンをすることによって月55万円達成できたっていうところにつながったので、お問い合わせに対して今のところクロージングが 100% みたいな。クロージング率がお問い合わせに対して 100% と、これはすごいですね動画見てくださってる方も口頭でね金額とかお伝えしちゃってる方多いと思うんですけど、絶対にスライド使った方が良くて、これとかもね提出いただければうちの方でも検索サポートとかもねさせていただいているんですが、商品提案する時のこのスライドがあるだけで価値がすごい伝わった状態で金額を提示できるので、少しすごい制約率が上がっているなってやっぱ感触もありますか？そんなにお問い合わせが前より増えたとかっていうわけではないんですけど、お問い合わせいただいても私がちゃんとプレゼンができてなかったので、ちゃんと価値が伝わってなかったんだなと思って、今までだいぶ取りこぼしてたお客様がいたっていうところをスライドでしっかりとお客様を獲得できたっていうところですよね。うちの学科とかでもね、セールススライドだったりとか営業資料のテンプレートとかね、お
お渡しさせていただいているんですけど、この中身見てくださってる皆さんも商品提案するときはしっかりとスライドを作り込むっていうところをね意識していただければ嬉しいなというふうに思います。今日ね桑津さんにもいろいろマーケーフローであったりとかですね、インスタグラムのポイントとかもろもろね聞いてきたんですけども、弊社の学科に入学して良かったこと、もしあれば教えていただけますでしょうか。自分がどのぐらい行動してないかが分かったって感じです。いわゆる行動量の基準値というか、これぐらいでいいやと思ってたけど、いやそれじゃ足りなかったなっていう、そのいい意味での塩梅に気づけたっていうところですかね。そうですね、はいはい、気持ちの面でも変わりましたし、一から SNS 集客を学ぶっていう意味で高い自己投資にはなったので、その覚悟も決まりましたし、うん、入ってみるとどれだけ今まで自己満でやってたのかなっていうのも分かってすごく良かったですね。最後ですね、この動画見てくださってる方に向けても一言、 SNS インスタ始めてみたいけどまだちょっと一歩踏み出せないだったりとか、そういう方に向けて桑津さんからもしお言葉があれば最後メッセージいただけますでしょうか。私も初心者のところから始めて SNS でこんなに収益が上がると思ってなかったし、これだけお客さんに求められることなんだなっていうのも再確認できたのが、 SNS 上のつながりだけでもこんなに仲良くなれるんだなっていうのも分かったし、自分の可能性を広げられるっていうところでは SNS も0円でできますし、すごいいいところだなと思います。桑津さんもともとインスタがめちゃめちゃ得意だったりとか SNS がめっちゃ強かったっていうわけではなくて、どっちかっていうと初心者からスタートしていってね、こういう風な成果を上げられてらっしゃるわけなので、この動画見てくださってる皆さんもね、ぜひ概要欄に桑津さんのインスタと LINE 公式アカウントのねリンクも貼っておりますので、こちらチェックしていただくと、さらに今だけ桑津さんからですね、お子さんそばにいながら月25万円を叶える超おすすめ在宅ワーク副業トップ5徹底解説動画というプレゼント動画をね受け取れるということですので、オンラインビジネスやっていきたいとか副業やっていきたいという方もね参考になる内容だと思うので、ぜひこちらこちらもねチェックしてみていただけたらというふうに思います。桑津さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100人集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE かける Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTokたった3日で1000フォロワー公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐに申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。